皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日は今一人で小樽に来てます。小樽ちょっと雨なんです。晴れ女パワーが出せずに雨なんですが、駅前の三角市場という有名なご飯屋さんでご飯食べて、で今からそこから10分くらい歩いて10分くらいの小樽運河有名なところに行こうと思います。ただ小樽はなんか坂の町って言われてるくらい、本当に坂がずっと駅から運河の方まであって、いろんなところに坂がいっぱいあるから車椅子一人だとちょっと大変かもしれない。で駐車場も車椅子駐車場みたいなのが見つけれなくて、基本的にはあの路面の方のガッチャンコの駐車場だったり、あとはまあちょいちょいデパートみたいな、私はドンキのとこに停めたけどがあるから、そこに停めれるんだけど車椅子スペースがなかったんだよね。だから端を探して停めるしかないのかなっていう感じです。はい、とりあえず今下りなんでずっと楽なんですけど、上りはスマートドライブ使っていきたいと思います。レッツゴー。三角市場でも汗かけてる。あ、ほんとだ。でよかったら4000でいいって店長が。あ、ですか、はい、いいです。 OK です。ありがとうございます、はい、写真撮れますか。え、お兄さんと一緒に。牡蠣も時期じゃなくてほぼなかったの、悲しい。でもいろんな海鮮の中でホタテが抜群にうまかった。なんかまあ海鮮丼、海鮮って日本どこ行っても美味しいけど、ホタテだけは北海道はもう別物で美味しかったんで、ぜひ食べてみてね。一人でご飯食べてる時ってどこ見て食べていいかわかんないよね。一人飯の時みんなどこ見て食べてます？なんかご飯だけ凝視しててもやだなって思って、で海鮮丼も食べてカニも一杯一人で食べるという、なんかすごい大食い YouTuber みたいな展開になっちゃってます。うまいです。カニ味噌、えぐ、うまそう。というかうまかった。カニ食べるときって無言になるよね。もう黙々と食べました。本当にさ、こういう足はいいんだけど、胴体の綺麗な食べ方をもう知りたい。チュッ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 吸うだけになっちゃう。ね、線路があった、線路があったなんて、線路これよいしょ、旧手宮線っていう、多分前に道路が走っ、道路じゃない、前に電車が走ってたところが映えスポットで、合法的に線路の真ん中で写真が撮れるやつっぽい。ただ一人だと線路の中に入れないよ。なのでそれっぽい雰囲気を一人で頑張って撮ってみようと思います。どうでしょう、いい感じに食べたのではないでしょうか。はい、小樽運河に到着しました。もう道がレンガ調なんですごいです、ガタガタです。すごいガタガタなんだけど伝わるかな。でもなんか昔ながらの作りですごい素敵ですね、この感じが。
iPhone のテレビ機能でなんとかなってるかな。すごいよ、すごいおしゃれ。多分あっちでご飯食べれるんだ。外観は本当日本っていうより海外的な感じがあるね。めちゃくちゃ良かったです。次は小樽のステンドグラスの方に行きます。もう警備員さんが待ってくれてるよ。ガラス美術館芸術村は全部楽しかったよ。ぜひ行ってみてください。車を止めたり駅に移動して、駅から移動すると帰りはめちゃくちゃ坂だけど、運河の方にも駐車場はいっぱいあったが車椅子マークが見当たらなかった。みんなとお話ししてみんないい人ですごい最高。はい、小樽観光なんやかんや、今はもう雨も上がっていい感じで、車椅子難しいかなって思ったけど、でも道やばいけど、でもいろんな人、普通にスタッフさんたくつけてくれるし、みんな優しいし、見れるところは見れるので、結構満足です。